キシリキンテクノロジー CO、リミテッドとは、中国関東省新鮮市にある、半導体メーカー。2004年10月設立で、前身は、ファーウェイの ASIC デザインセンター。K3V1 は、ARM9 の ARM アーキテクチャのソック。携帯電話向け。2008年発表。K3V2 は、コルテックス A9 の ARM アーキテクチャの、ソック。スマートフォンやタブレット向け。 2012年2月27日発表。日本での採用端末計 3V2T は、コルテックス A 級のアームアーキテクチャのソック。スマートフォンやタブレット向け。日本での採用端末スマートフォンやタブレット向け。2014年上半期サンプル出荷開始。日本での採用端末スマートフォンやタブレット向け。2014年サンプル出荷開始。 日本での採用端末2014年6月6日発表2014年第3四半期サンプル出荷開始2014年第3四半期サンプル出荷開始日本での採用端末2015年第1四半期サンプル出荷開始日本での採用端末2015年第1四半期サンプル出荷開始日本での採用端末2015年第1 四半期サンプル出荷開始。日本での搭載製品2015年11月4日発表。2015年第4四半期出荷開始。日本での採用端末2016年出荷開始。日本での採用端末2016年第2四半期サンプル出荷開始。日本での採用端末2016年第4四半期サンプル出荷開始。 日本での採用端末2016年10月19日発表2016年第4四半期出荷開始日本での採用端末2017年第2四半期サンプル出荷開始日本での採用端末日本での採用端末2017年9月2日発表2017年第4四半期出荷開始世界初の AI 内蔵チップを歌う AI 専用プロセッサは中国独自開発の幹部機を搭載する。日本での採用端末2018年8月31日発表。2019年9月6日発表。2019年9月6日発表。ヒシリキン社は ARM ア,アーキテクチャをベースにしたサーバープロセッサソックを開発している。ハイン6 1 0は2015年に発表された。 ヒシリキン社の第一世代のサーバープロセッサである。特徴は以下の通り。ハイ1612は2016年に発売されたヒシリキン社の第二世代サーバープロセッサである。特徴は以下の通り。カンペング916は2017年に発売されたヒシリキン社の第三世代サーバープロセッサである。カンペング916は ファーウェイのタイシャン2280バランストサーバー、タイシャン5280ストレージサーバー、タイシャン XR320 杯、デンシティサーバーノード、タイシャン X6000 杯、デンシティサーバーに利用されている。特徴は以下の通り。カンペング920は2018年に発表されたヒシリキンの第4世代サーバープロセッサで2019年に発売された。 ファーウェイは、カンペング920の CPU が、スペシントレートベース2006で、推定930以上のスコアを出していると、主張していますザカンペング920 is utilized in ファーウェイャ s 二千 2280V に、バランスとサーバー、五千 5280V にストレージサーバー&、タイシャンソ三 320V にハイ、デンシティサーバーノード。特徴は、以下の通り、 カンペング930は2019年に発表され2021年に発売が予定されているヒシリキン社の第5世代サーバープロセッサである。特徴は以下の通り。カンペング950は2019年に発表され2023年に発売予定のヒシリキン社の第6世代サーバープロセッサである。ありがとうございます。